はい、皆さんこんにちは。貨幣研究室ファイナンシャルプランナーの伊藤です。今回ご紹介するのは、2023年版のいわゆるイーグル銀貨ですね。アメリカのイーグル銀貨、鑑定済みのものです。NGC による鑑定済みのもので、ファーストデイオブイシュー、いわゆる FDI の MS70 のものになります。こちらですね。まあ、いわゆるイーグル銀貨に関しましても、地金型の銀貨と呼ばれておりますので、まあ、裸のまま持っといてもいいとは思うんですが、ただ、価値を保全するという観点と、まあ、値上がり益はそんなには見込めないかもしれませんが、後で振り返った時にやっぱり FDI のもので70のものを持っとかないと、まあ、あんまり価値が保てないっていうところが今後は出てくるんじゃないかなというふうに見ておりますので、こちらはスラブ入りのイーグル銀貨となっております。 FDI、最初の日に発行されたものの70の評価のものですね。やはりね、最初の発行のものですからね、70はかなり数は多いんですが、非常に美しく綺麗な地金型の銀貨となっておりますね。はい、こちらですね、アメリカのものになりますが、2023年はこの下のところに年号が入っておりますので、これで判断ができるというものです。ちなみにこの FDI 一体どれぐらいあるのかというところも少しお話ししたいと思います。実はNGC 社のサイトからね、確認するとわかるんですが、この同じものですね、 FDI のものは70が 14,747 枚も実はあります。ですのでかなりの枚数が実は FDI として70としてあると。それだけまあアメリカの方中心にですね、このイーグル銀貨集めた人が多いという証拠にもなるとは思います。ですので、14,000枚もあるから、そんなにすごく値上がりするっていうのも期待はできないんですが、ただね、やっぱりこのスラブ入りに入ってるっていうことは、まあこれで守ることができますので、まあこれで毎年集めていくっていうのが、まあ特にイーグル銀貨に関してはいいんじゃないかなというふうに思いますね。はい、今回は、FDI MS70 2023年のイーグル銀貨について、お知らせいたしました。こういったものでね、ぜひコツコツ集めて銀貨を楽しんでみてはいかがかなと思いますし、特に、投資初心者の方で、まあコインでちょっとね、少し持ってみたいなっていう方は、こういったスラベリのもので安定確実なものをね、持っていくのがいいんじゃないかと思います。また新しいね、コイン入手しましたら動画にしたいと思っております。ぜひ楽しみにお待ちください。